おはようございます。任天堂 3DS 版メイプルストーリー運命の少女ですね。少女パート2、1回目でございます。ちょっと、メイプルストーリーやりたくなってきたな。まあ、これもメイプルストーリーなんやけど。ペットがいるといいなと。自分で拾うのは、アイテムとかね。まあ、別に、通ったら、確かに、通ったら勝手に拾ってはくれるんやけど、通るのが、そのうちね、めんどくさくなるというか、数も増えてきたら、右の敵倒して、左の敵倒して、右の拾って、左の拾ってって、ちょっと大変な気がするんで。ただ、3DS なんで、そんなね、もうさ、むちゃくちゃ湧いて、こう、画面が見えへんくなるまでぐらい、そんなんは、ないと思うんで、これ、下降りたりか。そういうこと、移動、ジャンプ移動で。はいはい、なるほど、なるほど。ジャンプ移動で行けと。こっからか。あ、そういうことね。崩れるから、よく見て、タイミング見てやりなさいっていう。はい。ああ、このワニ強かった、確か。でも俺今、レベル7やから。これもしかして2作目とかなんかな？ 1 作目はカニングシティとかヘネシスとか初期のね、ここら辺をうろうろできたとか。あ、その可能性あるな。これメイプルストーリー2作、好評やったから2作目みたいな。あり得る。金は集めとこう。金はいくらあっても困らへんから。ガチャとかもあんのかな？メルで回せるガチャ。ないか。さすがに。宝箱。さすがに全部集めな、とか、集めなあかんとか、ないよね。大丈夫かな。取れてないやつがあるんで。韓国伝統の帽子。デフ7やったら、まあ、ありやな。韓国伝統の名前が、マックス HP18。まあ。デックスでレベルか。ちょっと待った、スキル。地上での瞬間移動、敵の攻撃に合わせて使うと。この Y のスピリットバーストっていうのは上 L とかに書いても全然いいんじゃないかな。これを、イリュージョンダッシュ。ああ。イリュージョンダッシュを使って移動するのもあり。まあ、でもダッシュの方が早いか。古くなった湿地。止まるんだけど、ギャギャ、どこ行くだギャ。こいつらが通行料を取るという海賊。僕たちは白草村に行く。道を開けろ。主力様に行くだけや、ウケや、急ぎの用事もあるんだけや。そうだ、急いでんだ、僕の母ちゃんの病気を治す薬を手に入れなきゃいけない。親孝行のやつだけや、ウケや。いいだろう。母親が病気だから通行料割引で10万ベル。二人だから20万ベルを払えば橋を渡らせてやる。1140ベルしかないな。ちょっとどうしよう。強盗だと、名誉一筋に人生を生きる。エビル様に向かって強盗などとは耐え難い屈辱。オイラこそが誉れ高き海賊、赤鼻海賊だ。なんか、船のとこで、こう、こいつ名前なんて言ったかな？海賊いっぱい湧くやつね。そこで、よく、メカニックがいる頃かな？なんか、マクロがいて。1チャンネルから10何チャンネルまで全部マクロがいて、この自動でね、メカニックの、狩りしてっていうなんか、メール集めてるのを見てたことがある。そんな記憶、思い出しました。マッパー確か船のとこね、船の上。これ大丈夫？このガキどもかなり強いだけや。このまま鍵を渡してしまうとデイビーゾン様に叱られてしまうだけや。
いやー、誰がお前らみたいなガキのも怖がるだけ。今日のおいらはちょっと忙しいんだけど、来年頃また来たら考えてやるんだけど。来年。さらばだけ。デイビーゾーンクエストとかあったよね。結局一回したかな。鍵を探しに行く。そうね。そうそう、こんなとこで、こうメカニックがね、右左こう、うろうろしてずっと。あ、まさにここ、ここ。あ、なんか、あ、でもポータルはちょっと違うな。俺は、倒せるよ、倒しとくか。あかんか。メカニックがうろうろしながら、あとワイルドタイガーじゃねえかな。名前がちょっと、あやふやで。なんかひょうみたいなやつに乗ってるのがおって、結局俺は使ったことないんやけど。ヒョウの上に乗って、あ、モンスターテイマー？違う、モンスターメイジ。なんかそんな感じの名前やったね。1対6パーか。これもしかして出入りしたら。あ、これ出入りしたら無限に湧くやつか。ここで、もしレベル上げするんやったら、ここでやると。こういうとこで。いや、いいですね。そこまでレベルが要求されるのか、ちょっと、よくわからへんけど。まあ、その出入りせんでも、全然湧いてるし、1体倒して8パーは美味しいな。じゃあ6パー？あんまよく見てなかったから。あれやが。万能治療、あ、万能治療薬か。毒とかもらったとき、呪いとかもそうやね。経験値減少とかもこれでいけんじゃなかったかな。飲めば、スキル、デバフで、経験値減少かかったときに。飲ませていただけたい。飲むとね、その経験値現象のデバフが外れると。赤鼻海賊だ。バギーしか思い浮かばへんけど。それでいくと、あ、バギーのモノマネとかできたらいいよな。声、あれすごい特徴的な声やからな。難しいよね。派手資金。さあ。まあ、そんなことはいいとして、メル集めながら、経験値貯めながら、赤鼻海賊だ。厄介なガキども、滅亡料も払ってない分際でここまで来るとはガキども、命が惜しくないようだ。通行料も払わず、しかも生意気なガキどもが抜け抜けと我が輩に食ってかかる気か。なんでお前たちにそんな大金を払わなきゃ。負ける？知らなかったのか、我々は、海賊なんだ。そっちが即なら、私たちだって我慢できないが、鍵を渡さないとただじゃおかない。ちょい待った。必ずしも戦う必要はない。我が輩は君たちみたいな弱い者に怪我をさせたくはない。おい、あんなガキどもに手加減はいらないでげすよ。やましい、口を出せない。もしかして、あいつも弱いんじゃない？そうみたいね。僕は試している。二人で何を話してやがる。ビビって逃げる作戦でも企んでいるなら、我が輩チャンスである。おとなしく通行料を払いたまえ。やっぱり口だけの臆病者だったね。我が輩を凝らせやがって、容赦せん。えい！あ、ここで戦うわけだな。教わったで。2対1なんでね。はーい！はい！いや、弱みやな。これは当たらん方が良さげ。回復は飲んどいた方がいいんじゃないかな。
なんか焦げダメージ入ってるな。これあれか、火ダメ、そっか当たってるからもらうんか。ここはしっかり、ダウンしてるところ、ダウンしてるところに確実に、追い打ちを。いや、ちょっと俺もダメージもらってしまった。よしよしよし。いい指輪だ。もらっとくか。翡翠の指輪。翡翠の指輪。なったかな？新しいやつか、それともオリジナルか。鍵をどうするかやな。ああ。跳ね橋の鍵。強かった。まあ、強い。強くはなかったんやけど。タフやったね。おう。あ、海賊船が動いてる。出航するみたい。まあ、ちょっとどうしよう。よいしょ、まず大砲壊して。制限時間なんかあんのかな。経験値はやっぱもらっといた方がいいからな。そんな経験値入ってないな。実は。いや、入ってっか。あれだ。火ダメがやっぱ多いな。まあいいでしょう。ちょっと一匹逃したけど。誰かおるな。ガキどもの長輩がそんなに簡単に逃がすとでも思ったか。我が輩がそんなに簡単に逃がすとでも思ったか。おっつ。いやー。囲まれた。何か逃げる方法があるはず。逮捕だったらバリケードを壊せるかも。どうやって使うの？あ、オッケー。ありがとう。お、ガキども捕まえるんだ。ああ、そういうことか。これ守らなあかんねや。まあいいでしょう。経験値、結構経験値が入るから、これしばらくここでやっててもいいかもしれない。これ、犯したらまずいんか。下に犯したらあかんと。何気に難しいっていうね。オッケー、いけた。ギリギリな気もするけど。さあ、から、あれはどこ、あ、間に合わなかった。戻されるわけ。
ラミ、覚悟はいい。今から飛び降りるわよ。ラミ、覚悟はいいかしら。ラミ、ラミ。ああ、覚悟はいいかしら。今から飛び降りるわ。私と一緒に来る。失礼しました。失礼。橋を渡れる。よし、おろし。全然。全然船、さっき進んでなかった。大丈夫だったね。気づいたら、エルナスとか言ったら、雪のとこですか？エルナス。ゾンビ。って言ったら、もう面白いっちゃ面白いけど、どうやって船来た？水いらんやんって。あ、そうそう、これ。らっきょうみたいな。桔梗？神社、そう。これずっと神社やと思ったけど、別に神社か人参かなと思ってないけど。神社か。神社なんか？神社。日本語でなんて、生姜なのか？神社、生姜、ジンジャーエール、あ、生姜か、生姜やな。この Y でこうシュッて移動するやつ。あ、もういっか。神社おじいちゃん。まあ、置いてる分。あ、こっちは強いんやったかな？置いてる分弱いんかな？違う、強いんや、多分。普通の神社ってより。なんなら、今 HP やばかったよな。そういうのは、まあ、経験値の上がり具合見れば、あ、こっちの方が強いんやってのは、わかるけど、もともと普通の神社どんぐらい上がってたのかわからへん。小さな赤い薬。赤。で、これで拾えるね、薬のランクが上がってくると。あ、こっから強くなるんやな、みたいな、なんか、もしかしたらわかるかもしれんね。ここが白草村ね。白曹操。佐々木先生。失礼しました。ガーラの声わからん。アニメ版のガーラ。あ、多分低そうや。サバキスース。サバキスース。申し訳ございませんでした。お金稼ぎたいなら世界中のものを買っては売るが一番あるよ。貿易やね。よその人かい。保安不良から来たんだって。そこだったら今、赤原海賊団の道が塞がれているんじゃなかったっけ。まさかあんな高い通行料払ってきたんかい。あんな高い、まさかあんな高い通行料払ってきたんかい。武器、買わんかい。魂。魂が宿ったスタッフ。むちゃくちゃ強いんじゃないこれ。買った方がええ。ミラクル、ティンクルウィング。これは何？ウィン、羽？ミラクルシバ。ああ、シューズ、クリアシューズ。どこにつける装備なんかもわかるといいよね。クリティカル上がるは強いよな。売るといって。キャットイヤー。こんなん持ってたやん。修練のスタッフ一応持っとくか。しょうがないな。ミスティックシューズ。翡翠の指輪ってさ、俺、装備してなかったよね、多分。イヤリングつけるところがあるの。まあ、お金貯めりゃいいか。
メダル？スキル？ 20 秒間ダメージの 5% 軽減させるバリアを貼る。トリプルブロー。あれ？トリプルブロー、L ボタンか。Y を、地上瞬間移動 Y。VL。VR にバリアを張って、そうね、VR バリアにして、これでいいかな。お客が来たようじゃの。こんにちは。何の用でこのオイボロを訪ねて、ほう、何の用でこのオイボロを訪ねてきたのじゃ。僕は母ちゃんが重い病気だから訪ねてきたんです。ヘンジャク先生に会えば薬を処方してくださると聞いたので。病状を言ってごらん。病状を言ってごらん。へえ、病状を教えてくれんかの。お母さんの病気はどうやら気管支炎じゃ。大根症が気胸。そう、気胸。それ気胸や。あれ気胸やな。あのおじいさんとかのやつ。おみじゃ。ゴミに、こう。へえ。ありがたいわい。これじゃ。ありがとうございます。本当にありがとうございます。お金はいらんわい。いるかな？私、こいつのせいで。最初見た時から気になっておったんじゃ。最初に見た時から気になっておったんじゃが、そいつはいつからお前につきまとっとるのじゃ。ちょっと前にアンドロイドと戦ったんですが、戦いが終わった後、こいつが私の額から。額から出てきた。それはどういう意味じゃ。言葉通り、額から飛び出てきたんです。光と一緒にです。何、額から飛び出てきた。じゃあ、医学的に全く説明のつかない現象。少し近いよれ。驚かずにじっとしておれ。ふう。ふう。何が起こったです。こいつは巨大なエネルギーを持っておる。わしではその力を推定できんほど巨大。そしてこいつの正体は。それはわからない。このようなことはスピルナ様よくご存知なんです。オルビスじゃないですか、スピルナ。スノーレが戻ってきてるみたいなんで、行ってみ。行ってみましょう。ここでお別れだね。一人で帰れんのかって話。私、一人で帰れるかな？あんた、ブリオに帰りなさい。君はオルビスに行くつもりなの？うん、困ってるわけじゃないんだけど、私にいつも付きまとっているから、こいつが何なのか知りたくて。シラクサまで一緒に、シラクサ村まで一緒に来てくれてありがとう。オルビスから戻ったら必ず連絡して。じゃあ気をつけて。私、僕、行くね。ここでこう、ブレイブストーリーの音楽がね、流れてくるとね、もう感動の。映画のやつ。クエスト、サブクエストとかもあるみたいなけど、どうやって、デイビゾンの片足は黒ひでさ。だが実際には最終に釘が刺さり仕方なく起業しとしたという噂もある。あははは。まあ。しょうがない。そういうこともある。ご機嫌いかが冒険家のお客さん、我が輩の仕事は羽がない人間を他の町や村まで移動させてあげること。ああ、なるほど。どこでも行けんのかと思った。ほえほえ、ほえほえ。次はどちらへ。ああ、オルビス。ブリオに行きたいなら我が輩を訪ねておくれ。まあ、船の代わりやね。昔なんかこう船を乗ってこう15分ね、船の中でこう、15分やったかな？ 20 分。待機しとくよね。そう。実際の時間、実際15分船見て乗ったまま、たまにバルログが出てきたり。あ、ジュニアバルログか。懐かしいなぁ。船待ちとか。で、船じゃねえ。船倒せる人じゃねえ。ジュニアバルログ倒せる人やかを外に見せてもらって。懐かしいなぁ。サブクエスト。
サブクエスト全然見てなかった。ちょっと見てみるか。そういうの気になる。ではある。HP。猫耳、いいですわね。クエストか。ヘラを探す。ヘラを探しゃよいのか。スピルナ。この人スピルナじゃない。間違えた。どこ行けばいいのかな。とりあえず。とりあえずですわ。おー、懐かしい。スターフィクシーやったかな。今は多分、レベル上げで、多分、おそらく、メイビー、スターフィクシー。あれ？ちょ、降りられへんね。スターフィクシー、お世話になるはずなんやね。ちょっと、まあ、やっと。右の方に進めば、ちょっと左一回行って、宝箱だけ開けとくか。火力出てきたんやけど、それでも、やっぱり、敵の HP は、なかなか高い。本来のより高いんじゃないかな。ビッグバンとかの前のと比べると。今やったら逆にちょっと強めで、経験値も良さげで。修理中、風乗れない。OK。OK では。おお、こんなんはなかったな、当時の。今のメイプルストーリーあるんかなって言っても、これ発売されたのだいぶ昔なんで、言うて。エーデルシュタインとか武量があるんで、まあ、それほど昔でもない気はする。え、昔か。メイプルストーリーってこう、リリース20年とかになるもんね。20周年。ヒルが、L と X が同じだってんな。ああ、これ、これ外しゃいいのか、ちょっと。ダメージ軽減のバリアを L にして、クワッと4回殴り、気弾を放つ、気弾。雷か。踏んだら雷が落ちる。これは、こういうギミックは、なかったよね、当時。まあ、普通の攻撃でも大してダメージは変わらへんっていうところがあるんで、ちょっと装備を硬くしとかな。回復薬の数が少ないんで、厳しいかもしれん。これが、まあ、パソコン版の普通のメイプルストーリーよりも、ちょっと難しいところかな。回復薬、メル言うてな、全然たまらへんしな。レベル11で1340しかないな、なかなか。ルナフィクシー。オッツ。どこや？ここか。待てよ。どこで飛び移り合い。二段ジャンプとかあんのかな？もしかしたらあるんかもしれない。こことかだって現状で取れんのかな？この雲とかも確かに乗れそうっちゃ乗れそう。乗れへん。じゃあ左の宝箱だけで我慢しときますか。ここの雲は乗れるか。この上にあるマップの、マップの見たらわかるけど、上にある宝箱は取れへんよね。間違いなく。あ、映る。飛んで飛んで飛んで。
飛んで飛んで飛んでないわけ。それでも。いや、難しいな。いいっすね。乗って乗って。便利ではある、確かに。じゃあまあ時間いくらいなんで、この辺にしとくか。ありがとうございました。お疲れ様でした。次はスピルナに会える会えへんぐらいのところまで行けたらいいかな。